トラムリンクはスイスの鉄道車両メーカーであるシュタッドラーレールが展開する車内全体が低床構造となっている路面電車車両。2016年以前はドイツのフォスロキーペによる展開が行われておりブランド名もフォスロトラムリンクであった。2020年現在ドイツ、オーストリアをはじめとした世界各地の路面電車に導入されている。 中間に台車が存在しないフローティング車体を挟んだ連接式の路面電車車両。車体は欧州連合の鉄道における安全基準である案一万五千二百二十七に対応した構造となっており、全面下部にはクラッシャブルゾーンが配置されている。台車はメンテナンスの容易さや曲線走行時の安定性、強度などの利点が多い車軸付き台車が用いられ、主電動機は 各車軸の外側、片側の車輪の上部に1機、1つの台車に付きに機搭載されている。そのため床上高さは、台車の有無によって異なり、存在しない箇所は 360mm、存在する箇所は 450mm となっているが、双方は、緩やかな傾斜によって結ばれているため車内に、段差は存在しない。また、車輪については、 直径 600mm の男性車輪が用いられ、騒音の抑制が図られている。車内の座席は、クロスシートを基本としており、車輪が車体部分にはみ出す箇所を覆うように配置されている。この座席配置を含め、乗降扉の位置、編成、車体寸法、さらには、河川レス区間への対応など、トラムリンクは、様々な需要に対応可能なモジュール構造を、 採用しているのが特徴の一つである。開発以降はホスログループの子会社であるホスロキーペによる展開が行われていたが2016年に同社の鉄道車両製造部門がスイスのシュタトラーレールへ売却されたことで同社の路面電車車両ブランドの一つとなっている。またこれに合わせてブランド名もトラムリンクへと短縮されている。製造は スペイン・バレンシアにある2016年以前はホスロが所有していた工場で行われている。2011年に試作車が製造され、スペイン・バレンシアで試運転が実施された一方、同年には初の導入先となるドイツのロストック向けの車両の発注が実施された。これ以降、ホスロ時代はブラジルのサントスやオーストリアのグムンデン向け車両が製造され、 シュタットラーのブランドになって、以降もスイス、イタリア等さらに販売網を広げ続けている。2020年時点で、トラムリンクが使用されている都市、および今後導入が決定している都市は、以下の通りである。ありがとうございます。